皆さんこんにちは、大幹でございます。はい、というわけでございましてですね、なんと10月最終日にしてめちゃくちゃ最高なお知らせが舞い込んでまいりました。僕ですね、今すごく興奮しております。早速見ていきましょう。ドン！はい。2019年11月30日土曜日、そして12月1日日曜日、日向坂46がユニバーサル・スタジオ・ジャパンに登場。ここでしか見られないクリスマスライブお見逃しなくということでですね、なんと、日向坂46が USJ でライブすることが決定しました。すごい。何それ。ちょっと。いやー、これは嬉しいですね。大幹さんってさ、テーマパークマニアじゃん？そう。で、まあ、ディズニーも当然好きなんだけど、USJ も僕まんべんなくちゃんと好きで、USJ の一番好きなショーが Dreams are Universal っていう10周年でやってね、素敵なミュージカルショーなんですけど、そこでおなじみ USJ で、なんと、日向坂がライブをすると。だから、USJ と日向坂で、ですよね。いや、これはちょっとね、いや、最高。何それ。これ絶対行くしかないじゃない。はい。というわけでございまして、この冬10年ぶりに全く新しいクリスマス、ユニバーサルクリスタルクリスマスを実施するユニバーサル・スタジオ・ジャパンですね。そっか、去年までは天使のくれた奇跡を1、2、3ってやって、そうか、今年から結構リニューアルするんですね。そうか、今年で、去年で最後って言ってましたもんね。はい。で、日向坂46スペシャルクリスマスライブが決定と。へえ、すごい。ライブはもちろん、ワンデースタジオパスのついたお得なイベントチケット特別先行販売を日向坂46ファンクラブで実施します。おー、日向坂46と一緒に心きらめくユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクリスマスを満喫しよう。すごい。いやー、これどこでやるんだい？あれか？ダメじゃないわ。あれか、スパイダーマンの、あそこですよね。多分、グラマシーですよね。場所はどこ？あ、待って。はい。ですね。はいですね。受付期間が2019年10月31日木曜日から、11月4日月曜日までということで、ちょっとこれ絶対申し込む。で、当選発表が11月7日木曜日ですね。もう結構すぐですね。わあ、これは絶対行きたい。で、場所なんだよな、問題が。多分、グラマシーパークだと思うんだけど。あ、そうですね。はい。まずタイトル、日向坂46クリスマススペシャルライブ2019アットユニバーサルスタジオジャパンということでですね。これワンマンってこと？ワンマンってことでいいの？なんか、すごい不思議な感じするね。で、実施日が先ほども申しました通り、11月30と12月1日ですね。はい。会場が9時半、開演が10時45分。朝なんだ。そっか、なんか共和国みたいな感じで夜じゃないんだね。そうなんだ。まあ、だから、USJ が開園するのがまあ9時とかだと思うので、割とですよね。もうすぐですよね。はい。で、会場が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、グラマシー・パークということでですね。まあ、結構ライブやってますよね、ここでね。それこそ、さっきも言った、ドリームサユニバーサルっていうショーがあった場所もここです。はい。すごい素敵なショーです。で、キャパが確か3000人ぐらい入るんじゃない ?3、4000ぐらい入るんじゃないかな。そう。で、出演が日向坂46ということで、で、前売りですね、大人子供共通1890円だから、まあ安いですよね。ワンデースタジオパスが含まれてるんで。だから、スタジオパスってだいたい7000円ぐらいじゃない？だから3000円ぐらいって考えるとライブ代が。めちゃくちゃお得ですよね。で、そうですね、ブラック前方は指定オールスタンディング。だから整理番号がついていますと。だからまあそんなに早く行く必要もないよと割とゆっくり来てね。で、ブロック後方は、着席なんだってして。あ、で、一応一般発売もやるんだね。ローチ系。これ絶対取るからな。絶対に取りますからね。1万でしょ？安いよ。めっちゃ安いじゃん、こんなの。ちょっとこれはほんとすごいですね。USJ でライブか。だからさ、本当に乃木坂が神宮で、欅が富士急で、日向が USJ って今後なってくる可能性もなきにしてもあらずですよ、これは。うわー、ちょっとね、いや、なんか久しぶりにめちゃくちゃ興奮してますね。もともと、USJ はすごい好きだったんで、昔から行ってますし、さっきも言いましたが、ドリームスはユニバーサルも好きで、その前にね、やってたピーターパンのショーとかもすごい好きだったんですけれどもね。そう、でも最近全然行けてなくてさ、USJ 自体も。2017年に行ったのが最後なので、なんだかんだ2年間ぐらい行けてませんし、で、ずっと USJ 行きたいですねって話をしてましたのでね、これはちょっと本当に行かなきゃですよね。僕は申し込みますっていう話でございました。あとは USJ がすごく僕大好きなんで。はい。パレードも結局新しくなって見れてないんだよね。そう、ずっと行きたいと思ってるんだけど、タイミングが合わなくて。でもこれで行ければね、だって最高じゃんって、もうタイミング的にも。うん。なので、ちょっとマジでこれは取りに行きます。はい。まあ多分ライブの規模的にはそんなに大きくないんだろうね。まあこれで1万だったら、多分だけど、そんなにやんないで1時間半とかなんじゃないかな、長くても。でも、やっぱ USJ でやるっていう特別感ですよね。ね、昔嵐とかもディズニーでやってましたけれども、やっぱりそういう、テーマパークの中で、野外でやるっていうのが、すごくやっぱ特別な感じですので、僕は申し込みたいと思います。うわー、ちょっとこれすごく嬉しいね。はい、では以上、おみきでございました。速報でした。以上、バイバイ。